テンポミーの田島です。2年前に、同じタイトルで動画を上げさせていただきましたが、おかげさまで、多くの視聴者の方にご覧いただいて、たくさんのコメントやメールをいただきました。今回は、2024年版として、いただいた、質問のコメントやメールに回答していて、感じたことや、最近の情報も盛り込んで、なぜ本当にいい店舗物件が不動産屋にはないのか、そして、本当にいい店舗物件を探す方法について話をしたいと思います。で、そもそもいい店舗物件というのは、どんな物件のことを指すんでしょうか。で、私が物件について問い合わせを受けているときに、大きく分けて、2つのパターンがあると思います。1つは、繁盛するいい立地の物件。そしてもう一つは他の物件と比べて、賃料が安い物件。で、この繁盛する物件というのも2種類があって、駅前型の物件と、駐車場付きのロードサイド物件。他の物件と比べて、安い物件っていうのにも2種類があって、1つは賃料、ランニングコストが安くなる物件。で、もう1つが、保証金や付帯設備。イニシャルコストが安くつく物件。で、いい物件っていうのにも、いろいろな考え方があります。何に重点を置いて店舗物件を探すかは、出店をする人の考え方によります。で、このように、いい物件っていうのは、物件を探す方の考え方次第なので、何をもっていい物件っていうのは難しいんですけど、で、私が物件を探している方から、一番よく聞く言葉っていうのが、コンビニの居抜きのような物件がありませんかということです。これも、探している業種によって、細かな違いはあるかもわかりませんが、建物の大きさが40坪から50坪ぐらい、駐車台数が10台ぐらい、そして、周辺人口や交通量が適度に多い。このような物件を探している人が一番多いのではないかと思います。ところが、このコンビニ抜き物件っていうのは、どれだけ不動産屋さんを回っても見つかりません。で、ここからは、なぜコンビニの居抜き物件情報っていうのが不動産屋にないかっていうのをお話をしたいと思います。で、まず一つは、もともと家主さんとコンビニを仲介したのが建築会社っていうことです。で、物件を探している多くの方が知らないことは、家主さんとコンビニを仲介しているのは不動産屋ではなくて建築会社だということです。で、もともと、駐車場や農地だった土地や、何か別の建物が建っていた場所に、建物を解体してコンビニを新しく建築したわけです。で、家主さんにコンビニを建てることを提案したのは建築会社です。不動産屋さんではありません。で、その建築会社はコンビニを紹介して、そしてその仲介をしています。ですから、コンビニが退店するときも、その通知っていうのは、コンビニから、で、まず、仲介者である建築会社に連絡を入れます。で、これがコンビニのような居抜き店舗情報が不動産屋にない理由です。で、コンビニだけではなくて、ロードサイド店舗と言われる店舗情報は全て同じ仕組みになっています。で、なぜコンビニ抜き店舗情報は不動産屋にないか。二つ目の理由は、コンビニは退店する6ヶ月前に建築会社に退店通知を出していることです。で、多くの人は、テナントの退店通知は、退店する2ヶ月ぐらい前に、通知を出すものと考えていると思います。ところが、ロードサイド店舗ではこの期間が長くなっています。基本は6ヶ月前通知です。多分、コンビニの居抜き物件が見つからないと考えている多くの人は、あそこのコンビニが閉店するっていう情報を聞いて、管理会社にすぐ問い合わせをしたら、もう次のテナントが決まってると言われた。こんな経験をした人が多いと思います。で、そして問い合わせをした人はこういうふうに思います。閉店したのを知って、すぐに問い合わせをしたのに、タッチの差で、先に物件を取られてしまった。ところが、これはタッチの差ではないんです。テナントから6ヶ月前の通知を受けて、この6ヶ月間の間に、ほとんどのロードサイド店舗の居抜き物件が、次のテナントがすでに決まっています。で、この6ヶ月間の間は、今までと同様に、店舗は営業しているので、周りから見ると閉店することは誰にもわかりません。
働いている従業員も知らないっていうことが多いです。ところが水面下で、この6ヶ月間の間に次のテナントが決まっています。で、これが E 店舗物件が不動産屋にない2つ目の理由です。では、どうすればコンビニのような、ロードサイド店舗の居抜きの物件情報が入手できるのか。このロードサイド店舗の閉店情報っていうのは、見た目に店舗が普通に営業している、閉店の6ヶ月前から、不動産屋ではなくて、建築会社が情報を掴んでいます。ですから、出店を考えているんだったら、建築会社から居抜き店舗の情報をもらうしかありません。で、ここで考えないといけないのが、不動産屋は仲介手数料のために物件情報を取り扱っているんですけど、建築会社は仲介手数料のために物件情報を集めているわけではありません。建築会社の目的は工事を受注することにあります。ですから、建築会社から居抜き店舗の情報をもらおうとするんだったら、契約後の改装工事は、その情報をもらった建築会社に発注することが条件となってきます。で、問題は、この工事代っていうのが、一般的な工事価格よりも、かなり高いっていうことです。ここを納得できるかどうかが、物件情報を入手できるかどうかの分かれ目なのかもわかりません。で、ここまでの話を聞かれると、ロードサイド店舗のようないい物件に出店しようと思っても、値段の高い建築会社に工事を頼むのは、どうしても納得がいかない。このように思われる方が多いのではないでしょうか。その気持ちは十分理解できます。例えば、当社もロードサイドの居抜き店舗を取り扱っている不動産業者ですが、建築会社ではないので、正規の手数料、つまり家賃の1ヶ月分の仲介手数料で仲介業務を行っています。ただ、物件数はあまり多くないですし、営業活動しているエリアも限定的です。ですから、ロードサイド店舗の居抜き物件に、安く出店をしようと考えるんだったら、出店を希望するエリアで、当社のような、ロードサイド店舗情報を扱っている不動産業者を探すしか、方法がないのかもわかりません。これからも、このチャンネルでは、ロードサイド店舗の情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。動画に対する質問などがありましたら、コメント欄にコメントをいただけますと、コメントを返信させていただきます。概要欄に当社の連絡先、メールアドレスの方を貼っておきますので、そちらの方にメールをいただいても、メールを返信させていただきます。